小4女子の浜学園生です。塾に行きたくない、宿題したくない、最高レベル特訓やめたいと言ってばかりで困っています。やる気を出さすにはどうしたらいいのでしょうか。うーん、だから多分覚え残しがいっぱい出てきてるんでしょうねこの学年でね。だからまあ多分そのお子さん自体はえっ、ー、と最高レベル特訓の資格持ってるけれどもまあ無理かもしれないったらもうやめてもいいと思いますよ私は。 とりあえずやめて、マスターのね、えー、と宿題とあれをきっちりとやって、ちょっとそれが落ち着いたら、また最高レベル登録を取ったらいいだけの話なんでね、まあ、ちょっと多分アップアップしてるんだと思う、だからそこはね、一回、量を減らしてやめて、そして今、減らした分をきっちりやって、まあ、立て直すっていうことですね。